前節チームは見事に勝利しています。ここは連勝を狙いたいですね。ベル、いい形でゴール前まで持ってきました。そのまま返します。レンシンク、もったいない形でボールを渡してしまいました。タッチラインを割りました。スローインです。マリーノ、ディフェンスが冷静に対応。ヘッドを使います。危険な位置です。緊張感が増してきます。中央へのボールはクリアされました。このボールはタッチを割ります。スローインです。クラーク、ここはクリアされました。ベル、パスコースにはディフェンスがいます。ボールを運びゴールに襲いかかります。コーナーからのリスタートになります。ショートコーナー、キャリック、いいボールでしたがここはクリア。ヘッドでつなぎます。小林、さあスタジアムのテンションが上がります。これは先ほどの怪我の影響でしょうか。これは見事なインターセプト。マリーノ、クロ、勝ち越しゴール来るか。ディフェンダーが間に入った。このカットは大きい。しっかりと奪い、ゴールチャンス。ディフェンスがブロックに入ります。スローインです。マリーノ、モリス、出しどころが見つからないか。中にクロスが止める。弾いた。ホイッスル、笛が鳴ってこれはファール。これは見事に奪いました。モリス、フリーキックが与えられます。マスチェラーノ、アキンフェイフ、ゴール前に入ってきた。ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。決めに来た。シュート集めた。ディフェンスに当たった。横へ展開。ベイ、素晴らしいボールです。これはチャンスだ。キーパー反応した。
ボールを弾く。コーナーキック。コーナーから中へ。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。オフサイドの判定です。スタジアムの反応をお聞きください。ホームのサポーターは時間も使われて面白くないようです。監督はアディショナルタイムをしっかり取るようにレフェリーにアピールしています。ホームゲームですから引き分けに終わると喜べません。ドリブルでボールを持ち出しています。ハーベイ、いい形でゴール前まで持ってきました。ベイル、タキンフェイフ、このボールはラインを割ってゴールキック。ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。さあスローインでの再開です。クラーク、いいカットです。ボールを奪いました。ボールを運びゴールに襲いかかります。キャリック、アキンフェイフ、カットしました。ここはどうするでしょうか。ここでシュート、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。いい時間に取りました。あとわずかでホイッスルというタイミングで素晴らしいゴールです。後半に向けて勢いがつくでしょうね。試合の流れを変えるゴールだったと思います。マスチェラーノ、主審がオフサイドの判定です。レフリーの この試合はどのような結末を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。サム、危険な位置です。緊張感が増してきます。これは止められます。ここはしっかりクリアされました。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。アキンフェイフ、ベイル、さあスタジアムのテンションが上がります。
アキンフェイフ、ベイル、プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。ボールがこぼれました。ゴールラインを割りました。ここは同点に追いつくチャンスです。コーナーキックを決められるでしょうか。中に入れた。チャンスにはなりませんでした。マスケラーノ、同点かと思いましたが外しました。絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、このまま同点にできないかもしれません。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。いい形でゴール前まで持ってきました。このパスはカットされました。ベル、うなってしまう気持ちも分かります。同点とはいきませんでした。イスコ、走り込んだ味方にスルーパス。小林、マークを外せるか。コーナーからゲームは再開です。ボールはエリアへ。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。高いパスが味方に出る。いいボールでしたが、ここはクリア。狙っていった。止める、止めます。コーナーでリスタート。短くパス、サイドから中央を見る。ここは中央の選手にクロス。ボールはキーパーの手の中へ。ベル、さあ揺さぶりをかけていく。ディフェンスが対応します。さあどうしますか。サイドをえぐって中を見る。フリーキックが与えられます。どうだ。このシュートはちょっと強引すぎたか。うまいパス。マスチェラーノ、ボールがこぼれました。見事なスルーパス。やりました。クリアすべきでしょう。ここはコーナーキックの守り、守備を確認しています。コーナーからエリア内へ。コーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。これはチャンス。ディフェンスの対応が光ります。イスコ、サム、小林、ディフェンスを抜いた。ボールがフリーになりました。アキンフェイフ、ベイル、こ
ここはインターセプト。しっかり予測していました。ホームサポーターが懸命にチームを盛り上げています。同点に追いつくことを信じていますね。選手たちもこの応援に応えてほしいですね。いい形でゴール前まで持ってきました。激しいチャージ、受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますが、どうでしょう。ベイ、イスコ、危険な位置です。緊張感が増してきます。クラーク、ルーズボールになっています。ベイ、ボールを取りました。さてどうする。クロスが入りました。クリアが小さい。走り込んだ味方に合わせました。マイナスのクロス、ボールを奪い返しました。試合終了のホイッスルが吹かれました。今日も手堅い守備で守り抜きました。福西さん、攻撃陣もさることながらディフェンスも鉄壁です。